とこの風車の模様を出るポチ袋の折り方の説明をします。この中に開けて、ここに何か入れて包んでください。白い方を上にして三角に半分に折ります。そしてしっかりと折り筋をつけ、この向きに持ち、このようにして3分の1になるように折ります。少しずつ少しずつ調節して3分の1になる場所を見つけてください。大体見つけたらしっかりと折ります。この辺をこういう風にずれないようにまっすぐに合わせて折ってください。反対側もこの辺からはみ出ないようにしっかりと合わせて折ってください。一度広げます。この向きに置き、今折った折り筋に合わせてこのように折ります。そしてこの頂点がここに来るようにこのように折ります。そして、この頂点がここに来るように、このように折ります。そして、最初のこの部分だけ、一度反対側に折り返して、折り筋をつけてください。同じ場所です。しっかりと折り筋をつけてください。戻します。向きを変えます。そして下の辺を折ります。このように持ってきて、この斜めの線辺とここの辺が合うようにこのように折ります。そうするとここがまっすぐになります。ここもまっすぐになります。そしてこの点頂点をこの辺につけるように下へ折ります。そしてこの頂点をここへ戻します。これを繰り返します。向きを変えてこの辺とこの斜めの辺に合うように折ります。そして下へ折ります。折りづらい場合は向きを変えて折ってください。最後もこの向きに置き、この辺とこの辺が合うようにこのように折ります。そして上を下へ下げます。折りにくいので向きを変えます。
点をここへ戻します。向きを変えてこのようになります。そして最後はこれを開いて、この右側の部分を中割り折りします。右側を広げて手前を中へ入れ込み、折り筋をピチッと合わせて戻します。これで完成です。いろんな折り紙で折って楽しんでください。いろんな折り紙で折るととてもカラフルで綺麗です。最後まで見ていただいてありがとうございました。